はい、こんにちは。久しぶりにちょっとねカメラ雑談、レンズ雑談機材に関する、雑談をしてみようと思うんですが、久しぶりにねちょっと寄ったところがあったので、こういう逆光で見えないかな見えないかもしれないけど、今日はこういうところに来て、ちょっと歩きながらねおしゃべりしてみたいと思いますが、その前にこういうところいいですよね。ちゃんと見えてんのかな。はい、こんな感じでこういうところを歩きながら喋りたいと思いますが、今日何のことについてかと言いますと、ちょっとね低評価が増えそうな話題ですけど、ソニーのね、E マウントの話なんですが、というのも昨日、私が企画した、ポートレート撮影会というか、ポートレート撮影会、私含めてカメラマンが9人で、モデルさんがお二人の、ポートレート撮影会をしたんですよ。で、いろんな人が集まって、本当に、私が一番最年少、撮る側カメラマンでは私が最年少で、上は、60近い方、結構お金を持ってらっしゃるような病院関係の方がね来られたりとか、あんまり言わないですけど、いろんな方が、でポートレート初めてみたいな方から、もう撮影会に結構行ってるような方までね、いろんな方が集まって、ポートレート撮影会したんですが、その中で、E マウントは私ともう一人かな、二人で、私は α7-3 を使って、もう一人の方は、アルファ9とα99M2 の、ソニー2台です。その方が、今回の本題である G マスターですね、 70-200F2.8 の GM G マスター、白レンズですよ、望遠レンズ、でっかい白レンズをこう持ってきてらっしゃって、ちょっとねお願いして使わせてもらったんですよ。本当に数枚ですけど撮らせてもらって、初めて70-200 の G マスターは知り合いが持ってはいたので、少し触ったことはあったんですけど、ファインダーを覗かせてもらったりとかしたことあるんですが、初めてそれで自分のカメラにつけてシャッターを切ってみたんですよ。いや、そしたらね感動しちゃって、やっぱりこれが高いお高いレンズかと、それこそ、メーカーを代表するレンズの1本、70-200-2.8 の GM っていうね、ソニーの代表するレンズ、これかと、メーカーの威信をかけたレンズと言ったら大げさなのかもしれないけど、でもそういうレンズですよ。いやー、非常に感動してすごく欲しいなと思いましたね。もちろん20何万とかするのかな、多分。だから買えないですけど、いやー、いいなーって思いましたね。何がいいって、もちろんオートフォーカス早いし正確だし、バシッともう来るし迷わないんですよね。もちろん明るいところで撮ったんで迷いようがないようなシチュエーションではあったんですが、本当にバチッと来るし、でやっぱ F2.8 開放で撮ってのあの切れ味っていうのは、いやもう最高でしたね。
まあ別に空気は透明だから写真には映らないですけど、でも空気まで映し取るようなあの表現っていうのは、ああ GM ってすげえなって思いました。うん、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、私どっちかというとポートレートはまあ、望遠鏡、まあ、中望遠から望遠で撮ることが、まあ、多いんですが、まあ、その望遠で撮った表現っていうのはまあすごかったですね。やべえなって思いました。やっぱ純正ってすごいなって、まあ、もちろんね、サードパーティーが悪いとか純正が正義とか、まあ一概にはね、なんてはもちろん言えないです。サードパーティーにはサードパーティーなりのいいところがあって、純正にはもちろん純正なりのいいところがあるので、なんとは言えないですけど、いやすげえなって思いました。正直思いました。やっぱ欲しいなと思うようなレンズでしたね。わどうなんだろう、あーもう暗い眺め見えるのかな、こんな感じ。すっげー綺麗、マジ綺麗。ね、綺麗だよね。ね、都会の生活に疲れた皆さんはよかったらね、熊本の方にも遊びに来てくださいな。よいしょ、よいしょ。まあまあ本題、話の本題に戻りますけど、まあ純正すごいなっていうのと、あとまあこれを見てらっしゃる方、まあどっちかというとペンタックスユーザーの方が圧倒的に多いんですが、まあ別にペンタックスユーザーじゃないにしてもですけど、まあソニーユーザー、キャノンユーザー、いろいろいらっしゃると思いますけど、皆さんはレンズは純正、サードパーティー製、まあ、どっちが多いっていうか、まあ、所有してるレンズいろいろあると思いますけど、どっちが多いですか。まあ、別にどっちが多いっていうのでもまあいいし、まあ、純正何本、サードパーティー何本みたいな、どうなんですかね。やっぱり世間的には純正の方がまあもちろん多いのかな。うん、まあ、ペンタックスはねサードパーティーが少ないっていうのもあるので、まあ必然的に純正を持ってる方が多いっていう方が多いのかもしれないけど、でもどうなんでしょうか。まあペンタックス、まあ、純正、あとはまあシグマのレンズ、タムロンもありますね。タムロン、私もペンタックス用のタムロン持ってますけど、まあ、タムロン、あとはまあいろいろありますね。コシナカールツァイスですね。コシナカールツァイスとか、ZK ですか、型番の最後が ZK、 例えば35の F2 とか28の 2.8 も多分 ZK はあったかな。あと85、1.4、51.4 とかね、まあ、ZK、コシナありますし、コシナツァイス、カールツァイスですね、まあ、カールツァイス、あとは、フォクトレンダーとかは、ペンタックスはないのかな、まあ、フォクトレンダーも、あれか、コシナかな、違ったらごめんなさい、あとは、なんだ、サードパーティー、シグマ、タムロン、あとは何だろう、何だろう、ペンタックスユーザーが使うパッとは思いつかないけど、まあそこら辺なのかな。うん、かなとかとか、まあ探せば、あああとサムヤンもありますね。私サムヤン持ってますわ、魚眼レンズ昔紹介したことありますけど、サムヤン、まあサムヤンついでにロキノン、まあ同じメーカーですけど、サムヤン、ロキノン、あとはあとは何だろう、そうね、サムヤンは割と最近もペンタックス用のレンズを作ってくれてますもんね。100mm2.8 とか、あそう
そうそう、多分今んとこペンタックスでは唯一かな、ペンタックスの K マウントでは唯一の、シフトレンズも、サムヤンは作ってくれてますね、シフトレンズ。あ、そう、シフトレンズの話もねちょっと出したいんですよね。私が前働いてた会社はシフトレンズ、建築竣工写真とかを撮ってたんで、シフトレンズを使って仕事もしてましたね。ちょっとなので、その例えば煽りの話とかね、そういう話とかも、チルトシフトレンズ、あとはでも興味あるかな、シフトレンズ、チルトシフト、ティルトシフトレンズの話とか興味ないかな、みんな。あとはサードパーティー、ペンタックスで言うと、あ、なんだっけ、海外のまだね2本か3本ぐらいしかレンズがないんだけど、アイリックスなんていうのかな、ちょっと私わかんないんですけど、海外のね、アイリックス、なんかね超広角のレンズと、あと 150-2.8 かなんかのレンズと、まあそこら辺のレンズを出してらっしゃるメーカーさんがありますね。サードパーティー、K マウント、うん、あとはまあ大体はそこら辺かな、うん、まあそんな感じで、まあ皆さんどうでしょうか、まあ純正サードパーティー、うん、ペンタックスユーザーとしては、まあ一応ね今日もペンタックスの T シャツ着てるのであれですけど、まあ、一応ね背中にはあの 645Z、 背中には 645Z 見えないか思ってるんですけど、ペンタックスユーザーとしてはね、やっぱそのシグマのアートとかね、タムロンの最近の、G2 かな、うん、G2 とかね、いろいろなんか羨ましいなと思いますね。うん、やっぱシグマでいうと 135-1.8 とか、そのアートとかね、85のアートとか、まあ、私以前 85.1.4 の、アートじゃないやつ、ね、動画で何回か出しましたけど、まあ、そんなやつを持ってましたけど、やっぱ最新のアートとかね、やっぱ50アート、35-1.4 はね今ラインナップにあるのかな。あとは18-35 の APS-C 用のアートとかはありますけど、なかなかねその最近のやつはないし、羨ましいなと思いますね。まあ、私 E マウントを使ってますけど、 E マウントも使ってますけど、レンズがね1本が純正、まあ、これも両方とも動画には前出してすごい低評価に叩かれてますけど2470-F4 と、カールツァイスバチス 85-1.8、 これサードパーティーですね。まあその2本ですけど、なんかねもうちょっと純正のレンズ欲しいなと思ったりするんですよね。だから例えばその、まあさっき言った G マスターだったり、そうね、やっぱ 70-200G マスターで欲しいけど20万25万、ちょっとねさすがに25万のレンズ買うんだったらなんかね他に買えちゃいますもんねいろいろ買えるし、いやちょっと現実的ではない。それでね何回かでレンズ代取り戻せるんだったらいいけど、例えばね 2,3 回ぐらいの仕事でさレンズ代取り戻せてじゃんじゃかいけるんだったらいいけど、まあ、残念ながら私は YouTube でもGoogle アフィリエイトじゃん、なんだっけ、 Google アドセンスか、 Google アドセンスもちょっと私は広告収入をしてないので YouTube からの収入というのもないからですね、まあ残念ながらあれなんですが、そうね、
いやーでも本当に G マスターは感動しましたね。やっぱちょっと重かったのが、まあ難点っちゃ難点かな。やっぱりあのカメラがあのフルサイズミラーレス、やっぱ軽いじゃないですかね。だからその分ちょっと前のめりにはなっちゃうんですけど、それでもまあバッテリーグリップつけてたので、私はまあそういう点ではまあ握りやすい、まあ支えやすい、握りやすい、握りやすい、持ちやすかったですね。いやー良かった、 G マスターは非常に良かった。あー誰かね、あのスポンサーになってくれたら嬉しいんですけど、まあそんな感じでちょっとね、まあ今日は全く、途中編集とかはせずに、もう15分半16分ぐらい喋っちゃいましたけど、まあこういうすごい綺麗な景色を見ながらね、ちょっと歩きながら久しぶりに雑談してみました。はい、こんなところでさ、ポートレート撮影なんか最高だよね。まあ、別にポートレート撮影だけじゃなくてね、まあ、風景撮影でもいいし。いや、そんな感じでちょっとお話ししてみました。では。